ういう時に自分の以前の職場で一緒だった女の人とたまたま出会って、うん、外でなんか久々にちょっとなんか会って喋らないみたいになって、うん、その人がキリスト教の人だったんですよ、ねうんうん、それでまあその人が自分の同じクリスチャンの仲間の人たち連れて、うん、ちょっとうち来ないよみたいな感じで、うんまあ、皆さん優しくてあったかい人で、うんまあ、一緒にご飯食べたりとかしていたんですけれど、うん、それでなんか聖書学びましょうとか言われて、うん、私一応でもそれでも聖書会の方法っていう概念に関しては、うん、ちょっとまだやっぱ引っかかってるものがあって、うん、最初は引っかかっていたんですけれど、いやちょっとキリスト教迷信じゃないや、洗礼受けたりとか、聖書読むとかちょっととか思ったんだけど、うん、まあでもどの道も離れてんだからいいやとか思って、うんまあ、その人たちとも交流を持つようになって、うんまあ、その聖書の勉強会っていうんですか？それはエホバじゃなくて？エホバじゃないですね。通ったようなんだけども、普通のキリスト教。そうですね。おなんか北海道の方に本部があるじゃないけど、そういうところって言ってたかな。なるほど。で、一応そこにも入ったの？はい、で、その、入ったっていうか、クリスチャンには結果的にはなってないんですよ。それで、そうですね、まあ、まあでも、まあ、それなりに楽しくはやっていたんですよ。ただその時の痛みを除けば、うん、痛みとまあ仕事でのストレスとか除けばね、うんうん、でも、うん、そうだな、その時に新聞の配布に来たんですよね、うん、その検証会の女子部の人たち、うん、あなたが元検証会だったっていうことを知らないで、うん、はい、知らないでもうローラーでこう配布してたわけだ、はい、なるほど。私、最初に思ったのが、うん、嘘、この人たち絶対検証会じゃないよと思ったんですよ。というのも、うん、私、かつて行った時は、うん、絶対知らない人に職務法はダメだ、法を避けるからって言われてて、ねうん、だから、こんな検証会の人が、こんな新聞なんか持ってきて入りませんかみたいなこと言うわけないと思って、うん、これは検証会詐欺だと思って。でも、まあ、話聞いていたら、うん、まあ、もちろん、まさきでもない、まさきでも何でもなくて、うんまあ、本当に検証会の方だということがすぐ分かって、それで、すぐ近くにあるんですけど、来てみませんかみたいに言われて、うん、でも、最初は、そこ、以前行ったことあるんですけれど、うん、私入っても、尺仏とかできないですし、入っても同じことだと思うんで、いいですとか言って、うん、そしたら、いやもう今そんな時代じゃないんで、そんなしなくていいですよみたいに言われて、でも私その時はいやいや検証会が職務をしなくていいなんてあるわけないと思って、うんまあ、実際その通りだったんですけど、ね、嘘こいたわけだねそいつら後で何とでも言えると思う、まあな、とりあえずはもうとりあえずは引っ張り出そう、そうでもそれでまあそうだね、この人たちも、まあ感じはとても良かったんでね、そんなに強引なようなところもなかったし、うん、まあまあどうもありがとうございました、失礼しますみたいな感じで、私もありがとうございましたみたいになって、うん、でそれから日曜日になると、まあ何度か来て、うんまあ、こちらもちょっと心を開いてちょっと喋るようになってきて、うん、私、今でもなんかたまに、検証会の、そのお経とか、なんか、なんとなく思い出して唱えてみたりするときあるんですよみたいに言われて、言われてじゃないって、私が、うん、それはまあ本当のことだったんですけど、うん、いや、おお、これは脈ありと、当然思いますよね、はい、燃えてきますよ、燃えてきますなんとかこう引っ張って、活動家にしよう、うん、逆の立場だったよね、うん、当然ですね。それでね、とりあえず、魔術と教皇が取り上げられちゃったんですけど、みたいなことを言ったら、そんなことしたんですか、信じられないみたいになって、なんか、あの時の人たちとは違うんだ、この人たちはいい人なんだなと思って、じゃあちょっと巡り合わせが悪かったのかなとか思って、それで何よりやっぱり、その時夏だったし、
余計ただでさえ使いやすい時にお腹の痛みだとかあって、あとなんか耳もすごい痛くて、なんか血とかよく出てたんです。おい大丈夫かよ。だから腹は痛いわ、耳は痛いわ、もう仕事が終わったらもう座り込んで動けなくなっちゃうわけって言って、だからなんだろう、私もやっぱりまたやってみたいとかね、それこそちょっとやっぱ何本座りたいみたいな気持ちになったんでしょうね。それで、あ、そうそう、それで、その、さっき話したキリスト教の人から、借りた聖書があって、そのこととかも言ったんですね。そしたら、それは区長に聞いてみたんだけれど、やっぱりあれは毒だから、いくら読まなくても、持ってるだけでもう良くないんで、みたいに言われて、やっぱり返した方がいい、みたいに言われて、まあ、返せないならせめて、その、音響している部屋からは話してください、みたいに言ってましたよ、みたいに言われて。それで、そうだな、まあ、それはそれで、私だから、じゃあ今度一緒に関係に行ってみましょうみたいに言われて、まあ、それで行ったんですね。会館でしたね、確か。それでね、最初に思ったのは、まあ、平日の夕方だったと思うんで、人が、まあ少なかったんですけれど、思ったのが、なんかあれだな、私が行った時と比べて、あっちは年代だなとか、思いがあって、なんだろう、昔もっと若い人がたくさんいたような気がしたんだけどなとか思って思って、まあ、まあでも自分の年を取ってしまうのがいいかもかとか思って、でもそうだな、まあ、それはそれとして、まあ、ご本尊様があって、手を合わせて、大幕唱えて、なんだろうな、別に、感動とかそういうのなかったですね。ああ、確か、そういえばこんなんだったな、みたいな。まあ、その時はただ、もう30分かそのぐらいしかいなかったと思う。その後、すぐそれで、じゃあまた会いましょう、さようなら、みたいになって、そっから、そうだな、そのキリスト教の人も最初に植木しよう、みたいになって、で、大逆園で、そりゃそうですよね。もうすごい残念ですとか、すごい言われて。まあ、向こうにしてみれば逆に裏切り者というかさ、キリスト教から退転しちゃった人というふうに、なんか魔の、悪魔のささやきに乗っかった人という見方されたわけです。キリスト教からも。そうそう、その時その検証会にいた、自分の総監の副、その当時副長だった人と一緒に行ったんですけど、広告版ってありますよね。浅井会長が書いた。はいはい。あれ見せて、何言ってんだかさっぱりわかんないんだけどとか言われて、なんかでも体験談とか新聞で読んでみると、それまでは全く聞く耳を持たなかった人でも、あれを見せるとすぐ入信が欠如しましたとか書いてあったのに、あれ話違うじゃんとか思って、普通にわけわかんないんだけど、見て入信するわけねえだろうって思うけど、みんな信じてんだね。でも実際やってみたらとんでもない、とんでもないと。まあそれで。まあ、まあ、ほとんど聞く耳は持ってもらえなくてですね。まあ、でも、それはそれで、100円だったけど、いや、まあ、すごいよくやったよ、みたいに、ねぎらってくれて、まあ、いい人はいい人なんですけど。ですね。なんか、他でよそで聞く検証会の雰囲気とちょっと違います。はい。その時はそう思ってました。確かに。で、そうだな。